今日はね、またこの深川飯、山盛りさんもう洗ってありますから、2合で炊くんで大さじ 1.5 杯減らしてください。もう始まりましたからね。
い、お味噌汁ですよ。加熱編いきます。どうでしょうね。ほう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 。アクはないですね。はい、これでお味噌汁の完成です。うわさんのかば焼きです。こんな感じ。あ、大丈夫大丈夫、袋の上だった。ね、大丈夫だね。これをね、オーブントースターで加熱しますね。電子レンジだって。いや、電子レンジじゃなくてオーブントースターでね。はい、お湯が沸いたので、これ温めます。3分。
しゃった？あ、袖がついたんだね。これが炊けるくらいまでちょっと時間があります。まだね、炊飯の方は続いています。ほうれん草、ベーコンのスープ、取れたて3日以内の国産新鮮卵だ。卵スープか。 160ml かき混ぜて約1分。こんなだ。160このくらいだね。あ、160ない。あ、180までいっちゃった。あ、160だな。はい、炊けました。少し蒸らせばね、完成ですよ。はい、それじゃあね、もう、こんな感じだね。すごいい感じにできてますね。はい、深川ご飯。じゃあね、ミートボール温まりました。これが温めた焼きで、あのタレは焼いてからかけるタレでしたね。焦げちゃうもんね。これはコーヒーかな。
味噌汁。じゃあね、まあ炊き終わったらね、保温は長時間すると、まあこのまあアサリかな、アサリとかが傷む可能性があるんだそうです。だからあまり保温はできないね。これが江戸前の深川飯。炊き込みご飯ですね。これね、古代米も入ってるんです。かば焼き鶏。なるほど。ミートボール。お味噌汁。はい、今回も美味しくできましたよ。ご視聴ありがとうございました。